哎呦，这么惨呀！そして島大代表ケタ。はい。まあね、この二人ね、激アツなロッキンロッキンカチカチと交わしてきた間柄でございます。バトル経験も豊富、こいつらに最後を託してお互い悔いは残らないでしょう。間違いないジャッジ、あとよろしくお願いしますよ。では DJ キュービン、音の方は OK。 じゃあみんなしっかり最後まで見届けてくれ。じゃあラストバトル、心の準備は OK ですか？心の準備は OK ですか？
じゃあ今回のジャッジも いいですか。じゃあジャッジの方行ってみましょうか。じゃあさっきに取りない方が良かったと思う人クラップ。よっかーん。 OKOK ノー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  OK。 じゃあ島内の方が良かったと思う人クラップ。よっかーん。ロー、ロー、ロー。どっち？どっち？これ自分っすか？はい。ってことでじゃあここはまあ主催兼ね今回すごく引っ張ってくれたクラリンに決めてもらってもいいですか？あんま見てない。じゃあここで最初にエキシビジョンバトルをしてくれたシャープ、シャープカモン。マジ？まあちゃんと大丈夫。星あるんだもんな。大丈夫なんだもんなこれ。じゃあシャープ決めてもらおうか。おお。見ようじゃないか。そうね。ちょっと優勝とか優勝賞金5000円っていうような素晴らしい賞金あるありますなんですが、最終ジャッジの方ただいま自分決めました。決めたよ。またシャープ来た。はい、じゃあ最終ジャッジ下したいと思います。では、鳥大 VS 島大、勝ったのは